はい、どうもこんにちは、僕です。ホスピタル続きをやっていきましょう。今回はとりあえずこの人ですね、内視鏡の人をねやっていきたいと思います。周家の娘、最初からプレイしかないですね。ちょっと風邪をひいていて鼻水が止まんないんですよね。もうしばらく鼻水が止まらない状態。出発の準備が整いました。お前様、日本人、ジャパニーズですね。お風呂、ジャパニーズお風呂、つまり全裸。わかりました。半蔵、先に行ってください。半蔵、よい。そこよにあり、雨土を盛りし八百万の神。なんか時代がかかってますね。なんだろう。立花の娘、今日も武の道をひたゆかん。はあ、武道なんですか。ご商覧あれ。日本偏りすぎてますね。極端な日本人ですね。メイドなんですね。メイドと執事なんですね。いっぱいいますね。今のがプロローグ。第2話、迷いと笑顔、やっていきましょう。あ、いきなり、ジョシュア。ミス・マリア、本日、ジョシュア君のご両親はどちらに？ジョシュア・カニンガムだって、カニンガムってことは、ガブリエル、ゲーブリエル先生の子供ってことなのかな？10歳男の子だし。母親は仕事で来れねえってさ。この声はマリアさんですね。患者のいない壁に発生した。いや、読めない。なんとかの処置、腫瘍かな。広範囲に何とかで、炎症、所見も確認され、出血などの症状も予想される。ここの診断医だから、承諾書はもらってるぜ。そうですか。では問題ありませんね。友の子を救えぬは、指導深くも。心を尽くしてまいりましょう。そういう感じの人なんですね、友恵さん。はい、スタートオペレーション。コメシング。毎回読めない。なんて書いてあったんだろう。ビギンオペレーション。いきなりか。いきなり始まるのか。では、術式を開始しましょう。何これ。皆様、よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。移動と処置。内視鏡では、内視鏡か。内視鏡ってそうか。あれか。口から飲まなきゃいけないやつ。患部までの移動と発見した患部の処置をそれぞれ行う。視界は良好です。患者の状態は良いようですね。バイタルがある。内視鏡の視野を動かしてあたりの様子を見回してみましょう。どうやって？ヌンチャクのスティックで進む方向をコントロール。俊敏な反応ですね。次は全身を試しましょう。はい、全身。A と B を押したまま、B リモコン画面を押し出せ、物理的にね。ちょっと待って、これ難しいんだけど。つまんで、前に出す。緩やかに左右ターンのまま。難しいな、これ。最後に交代を試しましょう。試すのか。A と B を押したまま B リモコンを手前に引け。お、うわー、ちまちま動くな、これ。内視鏡の自動バック、下を押せば内視鏡が自動で答えする。先に見てくれ。あ、十字キーで動かせるんですね。なるほど、これは良い道具です。本国の職人たちに感謝しなくては。本国、日本にないのか今。内視鏡の具合は良いようですね。はい、いよいよ術式に移りましょう。はい、まずは患部の発見ですね。内視鏡を進めていきましょう。十字キーで進めるのかな。十字キーじゃ進めない。進むときは AB ボタンを押したままリモコンを前に押し出す。あそこにあるぞ。画面から外れちゃうんだよね、どうしても。あるよ。これは
血だまりですね、うん、ドレーンを使って処置しましょう。ドレーンで吸い取る。幹部のロックオン、青いロックオンマークが表示されるまで幹部に接近しろ。はい、ドレーンの先を血だまりに当てて溜まった血液を吸収しましょう。ドレーンはね、外科で使ったんで分かりますね。いっぱいあるな。ズールパレットと器具を選択。 C でズールパレットを開閉。あ、開閉。スティックを倒して器具を選択。 C でズールパレットを開き、ドレーンを選べ。開いて、このまま血だまりが消えるまで吸引を続けましょう。吸引します。うん、 Z 器具の使用。 Z を押して選択中の器具を使う。あ、左手でやるのか。左手で操作するのか。 Z を押したままスティックを倒して器具の先端を動かせる。ドレーンを使う。画面中央の血だまりが消えるまで Z を押し続けろ。血だまりの処置は完了です。オペを進めていきましょう。ああ、難しいなこれ。まだ前に進むのかな。ちょっとね、画面からリモコンのね、リモコンが外れると出てきちゃうんで、あれが出てきちゃう、うん、注意事項、注意書きがね。これは失礼を。失礼。操作には注意が必要ですね。そうなのか。これ難しいぜ。バイタルが下がっていますね。幹部の発見を急ぎましょう。あったよ、いっぱいあるよ。なんだあれ、どうなってんだ。流血してる。出血性の幹部がありますね。止血監視を使いましょう。止血監視、監視か。止血監視を使う。 Z を押し続けて幹部に止血監視を当てる。止血時の注意。止血が、出血が止まったら Z を離せ。当てすぎるとダメージ。出血が血だまりになったな。ドレーンで処置してくれ。オッケー、焼灼完了だ。次の処置に移ってくれ。やべ、これ超忙しい。止血を完了しましたね。次のバイタルの値は低いようです。今のうちに回復しておきましょう。今のうちに回復。内視鏡のルール。画面上部のバイタル値がゼロになるとゲームオーバーだ。バイタルの回復。バイタル値はバイタル注射で回復させることができる。うん。バイタル、ツールパレットからバイタル注射を選び、内壁に打ち込め。はい。これか。適当に打っちゃえばいいの。バイタル数値の回復を確認。処置を再開しましょう。これ人によって全然操作方法が違うんだけど、とりあえず奥に進んでいきますよ。くそ、もどかしいなこれ。操作が十字キーの上で移動したいよね。海洋ですね。海洋。薬剤を注入して直しましょう。海洋って読むんですね。ツールパレットから注射器を選択してあります。してあります。下なの。注射を使う。Z を押してラインの量まで注入しろ。打ちすぎるとダメージ。よし、ゲー、対応の処置は完了だ。グルです。薬剤の注入量には注意してくれ。はい、まだ幹部がいそうですね。内視鏡を進めてみましょう。わかりました。レーダーで探す。幹部は画面右上のレーダーにも表示される。そうだったのか。レーダー中央が現在の位置。黄色い範囲が視野。白い点が幹部。わかりました。すぐそこにありました。何これ？海洋が発生しています。海洋か。アルギネート水溶液を注入しましょう。アルギネート水溶液とは何ですか？打っちゃえばいいのかな？しゃあ、処置完了だ。じゃんじゃん行こうぜ。クールですね。油断大敵ですよ。海洋には一見して判別できないものもあるのです。そんなのどうすんだよ。そういった海洋に対してはスプレーを使用して着色します。ぜひ覚えておいてくださいね。スプレー。はい、そうですね。何のスプレーなのか。例えば、怪しい箇所にマーカーを表示しました。スプレーで着色してみましょう。遊んでんのかな。スプレーこれか。海洋に色がついたな。よし、薬剤を注入してくれ。ワッツ。海洋の処置は完了ですね。次のステップへ進みましょう。スプレーってどこに巻けばいいの。わかんないな。グ
患者の胃に到達しました。糞門の動きに注意して進みましょう。すごいな。患部が集中していますね。患部が集中してる。重音って処置していきましょう。わかりました。とりあえずこれね、これこれこれ、まずドレーン。血だまりが広がったな。はい、とっと血だまりが残ってるぜ。完全に吸っとかねえとダメだ。どこだどこだ。とりあえずこれこれかな。これなんだっけ。もどかしい。バッチリ処置してくれ。そんで下にもなんかあったよね。これはドレーン。処置を開始しようぜ。先端が届いてね。届いてね。先端が届いてねえな。もう少し近づかねえとダメだ。でこれはなんだっけ。監視か。止血監視で患部を焼灼しましょう。バッチリ射程圏だな。これはバシッと一発頼むぜ。これは監視。おい、ちょっと焼きすぎてねえか。気をつけた方がいいぜ。わかりました。バイタル注射できない。意味がわからない。意味が、そんでこっちにもなんかあるな。あー、下にあったよ。下にこれ。忙しいな。忙しいっていうか、どこだ。どっかになんかあるけど見えないですね。スプレー、スプレーかな。うん、どこにあんだ。あ、上にありました。状態が安定しませんね。スプレーを使って患部を探しましょう。スプレーを使って患部を探す。レーダーを使う。スティックを左右に倒し、白い点を黄色いエリアに入れろ。患部が視野の中央に近づけば白い点は星型になる。患部が視野の中心にぴったりなら星型が青くなる。どこよどこよ。あったあったあった。ここにスプレーをまく。ここにも海洋があるな。よく探した方が良さそうだぜ。はい。海洋って何するんでしたっけ。おっと、海洋の色が消えちまったな。おいおいおい、海洋に色がついたな。よし、薬剤を注入してくれ。薬剤か。どこまでどこまで入れればいいの。届いてない届いてない。おっと、海洋の色が消えちまったな。おいおいおい、ここにも海洋があるな。よく探した方が良さそう。術式を終了します。難しいなこれ。難しすぎる。神経使う術式だぜ。こりゃ疲れるわ。内視鏡難しいよこれ。気を沈めて粛々と進めるだけのことですよ。粛々とね。それが私には疲れるんだっつーの。うん。オペレーションサクセスフル。これ慣れが必要ですね。ハラー。バッド判定ゼロ。胃の幹部すべてを90秒以内に処置する。壁に3回以上当たらない。バイタルを15以下にしない。ランクは C か C なのか。なんとかなったな。いやー、これ。これなんでマリアが喋るんですか、ね。お手数おかけしました。私がもっとうまくできていれば。おいおい、そういうのはなしだぜ。オペは成功したんだ。よしとしろって。うん。じゃあ続けてもう一個いけるかな。終了しました。バイタル良好です。血圧正常。各地異常ありません。うん。オペを完了します。これでジョシュア君も回復に向かいますね。ジョシュア君か。お疲れ。完璧だったな。さすがトモエ。うん。ありがとうございます。ミスマリアにサポートしていただいたおかげです。私は何もしてねえよ。あ、そうだ、母親に連絡してやらなきゃ。母親、そうですね。それからカニンガム先生にも。うん。たく、親ってやつは子供の心配ばっかりしやがるからな。私は個人育ちだけど、そこのケアラーも会うたびにうるせんだ。ケアラーって何ですかね。いつ結婚するんだとか抜かしやがってさ。そうですか。はい。あれ、
私、なんかまずいこと言った？あ、いいえ。私の母は幼い頃に亡くなったもので。でも親父は生きてんだろ？父とは日本を出るとき喧嘩別れしてしまったままで。ごめん、私って空気読み人知らず。空気？あ、違うんです。マリアが悪いわけではありませんもの。空気読み人知らず。そうだよな。大体さ、きっと巴の親だって応援してくれてるよ。なんせ巴はアメリカナンバーワンの内視鏡医なんだからな。アメリカだった。ここアメリカだったんですね。ありがとうございます、ミスマリア。いいってことよ。さ、飯食いに行こうぜ。はい、先生、私も行く。あの格好で手術してるんですね。ちょっと、君は報告書があるだろう。たまには僕だって。ほう、なんだよお前ら、横から参加しやがって。よし、わかった、今日は私のおごりだ。全員が なんでセリフが出てこなくなった。あのセリフが表示されるセリフと表示されないセリフがあるんですよね。謎。ちょっとね、この内視鏡練習が必要ですね。次、第3話充実の人と。あ、こんばんはです。ありがとうございます。やっこさん初めてですね。ありがとうございます。ちょっと手術のねゲームをやってるんですけど、慣れないところが多々あるかと思うんですが、ありがとうございます。やっこ、ペテさん、ペテさん、やっこ。ああ、誰か分かんなかったわ。スイッチのアカウント作ったのかな。あら、おはようございます、カニンガム先生。やっこ、何かご用ですか。やっこだよ。やっこって言われてもね、ピンとこなかったよ。白キツネ。俺を殺す気か。白キツネさんですね。うちの病院にこんな施設はなかったはずだがな。忙しさにかまけ鍛錬を欠かすは指導不覚の、日常においてこそ自らを律し、これ病院の中なのかな。もういい、とにかくニュースを見ろ。フォックスコンコン。ニュースですか。ヤッコフォックスコンコンっていう名前。ヤッコ、メキシコンコンさん、元からあったんですけど。ああ、元々ツイッチのアカウントは持ってたんだ。レオドアゲイシーが重体です。ありがとうございます。搬送中に隠し持っていた麻薬を大量服用し、現在も意識不明の重体となっている模様です。あ、この人あれですね、セオドアゲイシー。整形外科編で出てきた人ですね。10分ほどでここに搬送されてくる。搬送されてくる。オペですね。あ、うん、気乗りしねえがな。奴は袋ごと大量の麻薬を飲み込んでる。腹の中で完全に袋が破れちまう前にそいつを回収したい。半蔵。今病理研究が提出されたサンプルをもとに拮抗薬を作った。何この医者、忍者っぽいね。人の話は最後まで聞けってんだよ。したたって聞いたよ。はい、じゃあ今回の患者は多分整形外科編で出てきたマフィア。ヒカキタリング、動作チェック、急いでください。友恵はまだなの。こんな私服で半蔵、準備。現れ方よ。承知。現れ方、承知。いつ来たの。時間がありません。医局長、カンファレンス。ジャパニーズ忍者。カンファレンス始めるわ。カンファレンス、はい。なんだっけ、セオドア・ゲイシー、35歳男性。患者はショック症状を起こしてるわ。うん、大量服用された薬物の回収処置。対象は梱包されているが、溶け出した薬物によるさまざまな副作用が懸念される。胃の中に麻薬が漏れ出していることは間違いないでしょう。漏れ出している。中がどんな状態になっているかわからないから注意して。怖いな。承知しました。術式開始します。開始します。スターラットオペレーション。コメンシングプロデュー。また読めなかった。毎回この英語が読めない。はい、じゃあ内視鏡手術をやっていきますよ。術式を開始します。医局長、サポートをお願いします。今回のサポートは医局長なんですね。患者は劇物を飲み込んでる。ショック症状が出れば致命傷よ。劇物を発見し、致命傷ピンセットで回収します。はい、信じてるわよ。やっとおしまい。
ああ飛ばしちゃったよ。進んでいこう。とにかくこれは幹部が発生しています。処置を完了してから進めましょう。監視焼灼しすぎを注意して。難しいんだよ。この辺りの処置は完了しましたね。次の箇所へ移動しましょう。進んでいきますよ。あれなんだ。回収の標的を発見しました。これがそうなのか。回収にはピンセットね。内視鏡にセットしとくか。内視鏡にセット。ピンセットを使う位置 Z を押し続けて対象物をつかむ。対象物をつかんだら Z を離してつかんだものを回収。うん、 OK です。ピンセットこれか。異物をつかめましたね。このままピンセットを収集。異物を回収したわね。でもおかしいわ、報告より量が少ない。報告より量が少ない。回収されるには時間が早すぎます。ということは、バイタル低下してます。おそらくここまでの過程でいくつかに分かれてしまったんだわ。ここまでの過程で分割した劇物が吸収されればショック症状を起こしてしまいます。はい、すぐに探し出して残りを回収しましょう。どこにあるんだ、どこにあるんだ。ちょっとね、動かしづらいよこれ。劇物はどこかしら。行くんじゃん。劇物の影響で出血が起こっています。回収と並行して処置しましょう。ちょっとね、その前にバイタルをね、バイタルを確保。バイタル確保。いっぱいあるな、ここ。まずあそこ、正面。監視の使い方がいまいちよくわかんないんだな。内壁が傷ついているようです。うん。劇物回収の妨げにもなりますので、早めに処置してしまいましょう。とりあえず監視を使って、抑える。うわ、これタイミングむず。あったあったあった。あったよ。ピンセットにして。これは幹部。異物の下に幹部。異物の下に幹部。異物の影響を受けたんだわ。トモエ、処置を。はい。まだ足りないわ。引き続き捜索してちょうだい。止血完了ね。次へ移りましょう。違う違う違う。ちょっとこれ難しいんだよ。捜査がよ。まだある、まだあるよ。ピンセットで、ピンセット選択したら C を押して、剥がして、こうね、こう。次はどこかな。どこにあるのかな。あったよ。炎症が発生していますね。炎症か。薬剤を投与します。はい。はい、クールです。まだ幹部が隠れていますね。まだまだありますよ。探し出して処置しましょう。幹部。待って、その前に監視監視ですよ。あー、どうしようかな。いや、ちょっと先に監視。ん、違うな。どっちか。まずドレーンか。時間内に吸引しました。綺麗ですね。幹部の処置に移ります。体内にしては綺麗。どうなんだろう。出血止まったよね。次の幹部に移りましょう。一発だよ。この監視が難しいんだ。監視が。これなんだ、注射か。死んじゃう。スプレーを使って探しましょう。待ってくれ。まだですね。バイタルが安定しません。うん、何か見えない幹部があるはずです。見えない幹部がある。見えない幹部を探せ。あったあった。あそこにあるのか。これ前進するのがすごく難しいんだよ。ここにあるよ。大量に注入する薬剤は分量に注意を払ってね。あれ。ん、どうしたらいいの。ああ、近すぎたのか。変ね。胃の中は全て探したけど、劇物の残りが見当たらない。近すぎてもダメなんだ、これ。となると、消化管内を進み、小腸へ進行した可能性があります。小腸まで行かなきゃいけないの。このまま後を追いましょう。後を追いましょう。猶予はありません。はい。わかったわ。小腸へ進みながら、劇物の影響を受けた幹部を処置していきましょう。わかりました。小腸はどこ？小腸はどこ？これ開くの？開くのかな？開く。幽門へ到達しました。幽門。注意して奥へ進みましょう。難しいな、おい。今だ。幽門を抜けましたね。うん。ここからはいよいよ小腸です。小腸か。腸管は前導運動をしていますので、壁に触れないよう注意して進めましょう。何運動？何運動って言った今。あったあった、ありました。なんかありました。進みづらいんだよ。ちょっと一旦バイタル確保。
その辺に撃つ。撃てない。届かないのか。バイタル確保。バイタル確保。ポリープによる内壁の隆起を確認。ポリープ。進行の妨げになります。ポリープって言葉を聞いたことがありますね。スネアを切除しましょう。スネア。スネア。バット5スネア。Z でスネアを出し、幹部に表示されたガイドに合わせろ。スティックでスネアの位置、ヌンチャクの傾きで角度を調整。Z を離して幹部を切除し、スネアを回収。幹部の上でリングが固定されるまで、スネアの位置を調整しましょう。え？こうか。ポリープを切除したら、切除した部位はピンセットで回収。普通。バッチリかな。これ難しすぎるんですけど。スネアをかけて切除しましょう。ジジジジジジジって何？で、これよ。ようやく通れるようになったわね。先へ進みましょう。まだ奥があるのか。どこまで行くの？これお尻まで行っちゃうんじゃないですか。なんかいっぱいあるな、あそこに。レーダーになんか映ってる。これはひどい状態ね。今のうちに全て処置しましょう。今のうちに。まずこれ拾う。出血しているわね。これも拾う。血玉の吸引を止血処置します。炎症が発生しています。わかったよ。薬剤を投与します。で、監視。で、薬剤の投与。患部にリングがかかるようにスネアの位置を調整しましょう。結構補充したこの辺りに患部はナンバーが入って場所を変えて処置しましょう。口から入ってお尻から出てくる。ちょっと待って、バイタルがやばいのよ。バイタルがやばいって。この辺いいかな。バイタル大丈夫かな。危ない、傷つけちゃう。もどかしいな、この操作方法が。わかった。リモコンが画面から外れちゃうって言われるんだよね。消化管の内壁が劇物の影響を受け始めているわ。うん。発生した幹部も処置お願いね。ドレーン。右側にもなんかあるぞ。テキシコンコンさん、薬漬けになっている。薬打ちまくり。内側にね、注射しまくる。前に進みづらいんだよ。ドレーン。まだあるのか。まだあるんだな。上になんかある。劇物の存在を確認。回収ね。これで最後ね。注意して回収しましょう。これで最後。ピンセットで掴んで離す。なんだこれ。これは異物の下に腫瘍が。何これ、ボスっぽい。やるしかないわ。油断せずに処置してちょうだい。何をしたらいいの。幹部を隆起させる。注射で適量の薬剤を投与し、幹部の周辺を膨らませろ。注射。どこに。腫瘍部分の隆起を確認しました。メスでの切除を開始します。メスでの切除。 Z でメスを出し、そのままスティックでガイドに沿って動かせ。これ左手でやるの。腫瘍を切除していくのよ。左手でやるのかよ。メス、どれ。メス、注射の効果が切れたわね。なんじゃと。薬剤を注入してちょうだい。もう一回注入よ。ちょっと待ってね。余裕が。1段階目の切除に成功しました。2段階目の切除に成功。3段階目の切除完了。完璧じゃないですか。あとはスネアの切除だけです。主要部位の剥離を確認。しんどい。病巣を回収します。これ難しいよ、すごい。切除痕から出血です。こんなにも出血処置を行いましょう。こんなにも出血してしまうんですか。こっちもよ。
あーごめん謝らないといけない。外してる。でこれはこれはピンセットでもぎ取る。病巣の回収に成功しました。治療の処置は完了です。やったこれで最後です。幹部の処置は終了しました。終了しました。私たちにできるのはここまで。あとは拮抗薬を待ちましょう。これ難しすぎるよ。オペレーションサクセスフル。今のところ内視鏡が一番難しい。あーバッド判定ゼロ。副門なんて読むんだこれ。噴門幽門の通過でミスをしない。小腸で壁に当たらない。すまないごめんねって、ごめんねって謝る以外にできないから。ランク C 低いな。あの医局長すみません、ご心配をおかけして。お前医局長の横でね手術するって緊張するよ。患者が無事でよかったわ。ありがとうね。はい、じゃあ次。今のが友恵さんの第3話。完了しました。完了しました。この格好で手術をする。まだみんな私服だよね。私服で手術するんですか。医局長。わあんた、なんてことすんの。扉が扉がこう、扉を壊して開ける。ない。だが、拮抗薬を。扉の開け方を知らないのかな。ね、早くよこしなさい。あかん。トモエ、投与するのよ。はい。拮抗薬、参ります。参ります。聞くのよ。さ、息をしなさい。あれ、あれですね。帝国歌劇団みたいな。ごっつい。ごっつい。ごっついのにね、目が見えない。目が開いてるのかわからない。見たぞ。やったわ。ともえ、逆三角形体型なんで。息してるよ、動いてる。この今回の患者をね、一件落着ですね。今回の患者を傷つけたのが今のごっつい人だったと思うんですよね。多分別のシナリオでね出てきたんで、さっきの患者が。はい、じゃあ充実のひととき終わりました。ランク C か、悔しいな。ちょっとねリベンジしていいですかね。リベンジ、ランク S が取りたい。ランク S が取りたいんで、ちょっともう一回ね、反復していきましょう。イベントをスキップする。オペレーションサクセスフル。これは S ランク取れるんじゃない？ 2回やればね、S ランク。ほらー。バッド判定0。胃の幹部すべてを90秒に。